1日の、4月1日の、キープアウトの勝敗予想を僕たち深緑がやるという、はい、ことですから、ね、なるほどね、はい、あんまりねちょっと、うん、結構角が立っちゃいますけどね。まあね。俺ら M は1回戦だから。1回戦落ちて。1回戦落ちのやつらが言えるのかな。別に俺らが選んだからってね、うん、そんなどうこうっていうあれじゃない。いや、ダサすぎるけどね。選ぶ前から言い訳するの。いや、はい、だからね、あくまで個人的な。個人的な。はい。いきましょうか。はい、まず最初が、ホットなチャイ対ウェンズデイズ。ウェンズデイズですね。これはもう。はいはい。早い。はい、すいません。すいません。ちょっとね、ホットなチャイの広田は同期なんですけど。そうですね。はい。で、なんか、罰をつけるそうなんで、ね、あ、なるほど、勝った方、勝つ方丸だよ、ね、いや、負けたところに罰をつける、なるほど、はい、じゃあ、ね、指令を受けて、あ、そう、なるほど、はい、お願いします、はい、僕らの意思じゃないんで、ね、はい、ホットのチャイが罰、ホットのチャイ、ごめんなさい、はい、で、第2試合が東京箱クラブ対お弁当箱、なるほどね、どっちも仲いいからね、うん、まあ、仲いいかどうかで、まあまあ、そうです、どっち勝つかでしょ、どっち勝つか難しいな、難しい、でもこれしっかりしたコンテナのと爆発力あるコンビですから、そうね、お弁当箱強いよ、あ、わらけ釣りもね上位、ね、まあ、安定感で言ったら箱クラブ、箱クラブですかね、うん、どっちだろう、どっち、あ、まあ、個人的にやっぱ箱クラブの高橋さんが、うん、女癖が悪いっていうのがあんま好きじゃないから、なるほどね、俺はお弁当箱に買ってほしいですね、確かにな、うん、あ、まあ、確かに、でこれであと、うん、東京箱クラブを選んだ時に、うん、ちょっと大橋が本当に嫌がりそうメンヘラが出ちゃうなるほど、まあまあでもやっぱね爆発力ある、うん、あるからね、これそう、一発勝負だもんね、そうだね、じゃあお弁当箱にしよう、お弁当箱で、はい、じゃあ箱クラブを罰で、罰で、はい、はい、で元祖いちごちゃん対踏みつけ大勝負、なるほど、名勝負ですよ、ね、これもね、パワー対決じゃないですか、はい、両方とも、ね、これも面白い、難しいな、うん、どう、本当に分かんないね、これ本当に分かんないね、うん、どうします、どう、どっちも僕好きなんでね、でもそれここだけ言うと今までどうだったのかな、ね、いや、今までも好きですけど、うん、そうですね、ホットなチャイ以外は今のところ全部好きなんですけど、ホットなチャイ一番仲いいだろ同期で、うん、いや、ネタはまあ、なるほどね、うん、まあ、まだ組み立てだしね、まあ、そうですね、うん、なるほどね、もう、まあ、ちょっとお互いの足引っ張るのやめようとやっぱいちごちゃんかな、俺、うーん、面白いですけどね、もちろん、そうだね、面白いですけど、いちごちゃんのなんかあのね、はい、わけわかんない、ね、わけわかんない感じ、俺すげえ好きなんですよ、あ、じゃあそうですね、いちごちゃんでいきますか、いちごちゃんにしましょう、じゃあごめんなさい、ふみつけさん、ごめんなさい、すいません、好きなんですけど、はい、ね、めちゃくちゃ面白いです、ね、でもこれほんと接戦だと思いますね、はい、ああ、じゃあ次がバベル、バベルとアドバンス、これもいいな、バベルとアドバンス、ね、難しいとこ来ますね、いるよ、もっとホットなチャイみたいなの言ってください、そうそうそうホットなチャイとか加賀谷花並みたいなの増やしてください、もっと早くここに行きたい、いや、向こうが出してたんだもん、ね、いや、いいな、バベルとアドバンス、どっちもセンス系でね、そうだね、やってて、ともやっぱ今年に入ってネタがすごい分かりやすくなってんだね、あ、そうね、ちゃんと結果も出してる、ね、出してるから、いやー難しいな、でも今日アドバンスのやっぱ主催ライブ呼んでもらって今ここでやってるわけじゃん、うん、じゃあアドバンスにしとく、アドバンスですかね、うん、あと川添くんはちょっとサブカルが鼻につく誰が言ってんだよじゃあすいません、はい、アドバンス勝利ということで、アドバンスバベル、ね、じゃあ次コルとイヌベルトはイヌベルトでいいね、じゃあイヌベルトでね、ああ、はい、そうですね、次行きましょうか、はい、次行きましょう、かぐや花並び渡辺ルンの渡辺ルンでいいねそうですねじゃあ、まあまあ、消してもらって、もう本当客票を持ってる最強対最弱の、うん、そうそうそうあの客票を持ってる最強と、うん、あのシンプルに最弱でダブルで、ダブルでネタも最弱マチョンやると思う、マチョンやるヨウジさんとツーマンが7月にあるんでね、かぐや本当ヨウジさん8月で、8月あるんで、ミネルヴァでやるんで、よかったらぜひ、ね、先輩なんですけどね、そうですよ、養成所の直の先輩ですよ、まあまあでもね、はい、これは罰でしょ、はい、2個つけときましょう、罰2個つけますからね、当てに行くと、ね、当てに行くと、はい、キズマシーンと、あ、これもね、これもまたきらめきは明日も、ね、漫才とコントの違いはあれと、またこのファンが多分かぶってるでしょ、かぶってますね、ここね、うん、同じ多分ね、同じぐらいで、同じ感じのね、どうでしょう、ね、同じ漫才としては、漫才師としてはやっぱきらめくを僕は応援したいですけど、なるほどね、まあ、キズマシーンもね、神野くん僕一緒に住んでましたから、なるほど、それで言えば神野くんも応援したいし、だ決めてよ、決めていいですか、うん、これね、うん、ドローですね、ドローいやいや、ドローは逃げよ、でもここまで来ていやいや、ちょうど一緒ってことだよ、だから、あ、そっか、そう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 、ドローとかもあるんですか、ドローもある、あるのか、ね、客、お客さんですもんね、じゃあドローで行こうよ、ドローですよ、うん、完全に
じゃあもうどうします？じゃあ両方消そうよ。両方一つだけ線入れとこう。あ、なるほどね。斜線で両方。あ、うん、まあね、別に丸でいいだろうっていう話なんですけど。まあね。じゃあ最後鳥ですね。バスターキートン対岸隆の。いい対決ですよ、これも。いい対決ですね。安定感あってね、しっかりしたコントと。ね、爆発力あるコント。なるほどね。どっちもやっぱ準決勝行くんじゃないかって言われてますしね。確かにね、キングオブコント。どうですかね、岸隆の対バスターキートン。一番面白いからな。まあ、全部そうなんだよな。まあもう。いいマッチメイクすんだよな。プロレス好きだからさ、深町さん、やっぱ。これうまいんだよな。まあ、あ、猿さんが決めたんですか。うまいっすね、これ。加賀谷対ルンルン見たかった。てか、まあまあ後半なんですね、加賀谷に。2試合目でしょ、これ。確かにね。1試合目はちょっと邪魔。まあ邪魔。ほら、ルンルン見て帰られたら嫌だ。いやー、なるほど。あ、なるほどね。なるほどね。そういう、そっかそっか。ちゃんと計算がある。そんなん言っちゃっていいんですよ。主催者。どうね、最後までの。バスターキートン、岸隆の。岸隆。まあ清潔感対決で言ったらもうバスターキートの圧勝ですね。もう汚いからね。まあでも僕は、うん、岸隆のにしたいですね。じゃあ行きましょうか。いいですか、そんな。いや僕はどっちかっていうと、まあ、バスターキートンかなと思いますけど、うん、いやバスターキートンもいいんですけど、うん、やっぱねもうちょっとやっぱ後半お客さん疲れてきた時ってね、やっぱこういう爆発力、うんうん、いやでもそれででかい声とやっぱね、それを出されたら、うん、やっぱ俺たち本当に幸せライブって出てたじゃん。出てました。あの異様な空気でめちゃくちゃネタやった後、最後、まあ前のコンビですけど藤野さんのコンビが最後取り出てきて、唐揚げディスコで、ね、めちゃくちゃ笑い取ってたでしょ。なるほど、ね、関係ないんだよ、バスター聞いたそういうの。じゃあドローかな。ドローじゃん。いや最後はどっち決めるよ、うんうん、じゃんけんで決める。もうじゃんけん、え、じゃあ岸隆のバスターキー、バスターキートン、はい、最初はグーじゃんけんぽい。じゃあバスターキートンで、バスターキートンで、はいはい、というわけで、はい、こういう結果、あ、そっか、これチーム、あっぱれと、あ、マニオン、めっちゃマニオン負けてる。めっちゃマニオン負けてる。2勝だけか。2勝バスターキートン、しかもこれもじゃんけんでですからね。もうこの辺でもう勝負決まったんで、ね、ったな、社員と。そうですね、ちょっと瞬殺が2組いましたね。あ、あとコルコルド3組、うん、そうですね、いましたけど、すいません。はい、こういう結果になって、これ僕ら当てるとなんかあるんですか。当てたら5兆億5兆億5兆億これ言いましたね。した、残りますからね。残りました。まあでもドンピシャで当てたらね、はい、相当ドローまでありますから。ドローも入ってるから。じゃあ、はい、50億目指して僕らの結果はこれです、はい、というわけで皆さんぜひ7月1日はキープアウトへ、はい、以上、カミドリでした。